大阪市立大学は、大阪府大阪市住吉区杉本3の3の138に本部を置く日本の公立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、次第、大阪次第。1880年に五代とも厚をはじめとする、大阪財界の有力者16名によって、設立された大阪商業講習省を前身としている。 大阪市立大学は1928年に大阪商科大学として設立された、現在では8学部11研究科を要する公立分離総合大学である。平成29年度公立大学便覧によると、学生数は8211人で、日本の公立大学としては東京都立大学に次ぐ2番目の規模である。また、旧制大阪商科大学は、 日本初の私立大学であり、国立の一橋大学、神戸大学とともに、旧三省大の一つに数えられている。運営は2019年4月から、公立大学法人大阪が行っており、2022年には、大阪府立大学との統合が予定されている。学部学生数6554人、大学院学生数1737人。 計8291人、教員数730人。遠隔から国ではなく市民が作り上げた大学という意識が強く、都市、大阪の発展に貢献する都市大学であることが強調されている。また、大阪商科大学が開学した際に、当時の大阪市長関一が述べた、国立大学のコピーであってはならぬという言葉が有名である。また、 2010年に策定された大阪市立大学検証には見学の伝統として自主独立自由新種が挙げられている大学ランキング大学公式サイトに記載されている大学ランキングについての情報は以下の通りであるタイムズハイヤーエデュケーションによるザ世界大学ランキングに毎年ランクインしており2019から2020では 第801-1000位、アジア第185位、国内第29位である。世界大学学術ランキングが、発行では、2019年は、第501から600位、国内第17から19位である。QS 世界大学ランキングでは、2019年は、第541から550位、アジア第148位。 国内第21位である。受賞2019年12月12日時点、大阪市立大学に関係する人物で、ノーベル賞を受賞したのは、大学院時代に在籍した山中伸也と理工学部で教弁をとっていた南部陽一郎の2名である。2号館5代ともあつら当時の大阪在家有力者によって1880年に創設された、 大阪商業公衆省予び道公衆省改組して、設立した、私立大阪商業学校が源流。東京高等商業学校に次ぐ2番目の、官立高等商業学校誘致を、神戸市と争って敗れた大阪市が1901年に、私立大阪商業学校を改組して、独自に、大阪高等商業学校を設立した。この経緯から現在でも一橋大学、 神戸大学とは、旧三省大として交流がある。その後、都市計画学者でもあった関一大七代,代大阪市長により、日本初の私立大学として1928年に、学部、予科、高等商業部を持つ旧正大阪商科大学が誕生した。 1949年に大阪市が設置していた大阪商科大学、大阪市立宮古島工業専門学校、大阪市立女子専門学校を統合して、新生大阪市立大学が発足、省、経済、法文、理工、家政の語学部を設置した。1953年には、法文学部を法学部、文学部に、1959年には、 理工学部を理学部、工学部に分離した。また、1955年に大阪市立医科大学を編入し医学部を設置。1975年、家政学部を生活科学部に改称2003年には独立研究科創造都市研究科を設置し、8学部9研究科体制となる。2004年4月には、 これまでの看護短期大学部が医学部看護学科に昇格。2006年4月から公立大学法人大阪市立大学の設置運営する大学となった。2008年には看護学研究科を設置し、2018年には創造都市研究科を基礎とした改祖により、独立研究科都市経営研究科を設置、現在の8学部11研究科体制となる。 2019年には、大阪府立大学との統合を見据えて、ウニエ法人を公立大学法人大阪に、統合した。大阪市立大学の公式サイトでは、創立年を1949年としているが、大学が発行している公的な大学史である、大阪市立大学100年史全学返上館では、大学の創立を1880年としている。また、 大学の設置に関しては、新生大学となった1949年を起点としているため、本校でも同所の公式見解をもとに創立年を1880年、設置年を1949年とする。学賞賞紙マーキュリーの右翼と大阪市匠とに、大学の2文字を組み合わせたもので、1962年に制定された。 シンボルマークスローガン1号館をモチーフにデザインされたものが2006年に決定された。なお、このシンボルマークは広報用であり、学章とは併用して用いられている。また、これと同時に都市で学び、夢をつかむというスローガンも制定された。なおシンボルマークに使用されているワシントニア市は2017年6月に伐採され、現存していない。 シンボルカラーシンボルカラーは三色設定されている。体育会などで従来使用されてきた演呪色がファーストカラー、青がセカンドカラー、灰色がサブカラーである。本館1934年に竣工した鉄筋コンクリート作りの大阪市立大学を象徴する建物である。 旧制管理図参照大の一つであった大阪商科大学時代に本館として建造された。モダニズム建築の特徴をよく表しており、国の登録有形文化財でもある。2019年現在でも教室や事務室として利用されている。学科伝統的に愛好心を強調する工夫でなく、スポーツ対外線がさほど強いわけでもないため、 学生に広く浸透した歌はない。また、効果を持たない。大阪府知事や大阪市長らをメンバーとする大阪府市統合本部において大阪府立大学との統合が議論されており、2013年1月外部有識者からなる大阪府市新大学構想会議が新大学構想提言を出した。提言によると、両大学を取り巻く現状について 国際的な大学間競争が激化する中で、両大学とも規模も小さく、このままでは埋没しかねないと指摘している。そして、私立大の工学部と不立大の工学域など、両大学で重複する分野を見直し、今後集中すべき分野や補強が必要な分野に、人的資源を再配分することも必要だとしている。新大学は、文学部、法学部、 小学部、経済学部、理学部、地球未来理工学部、獣医学部、看護学部、医学部、工学域、生命環境科学域、現代システム科学域、人間科学域、都市経営研究科で構成される構想である。学生数を単純合計すると、全国の公立大学で最大規模となる。当初は2016年度の統合を目指していたが、 2014年4月25日延期が発表された。その後、2015年2月に両大学間で新・公立大学大阪モデルが取りまとめられた。2017年4月1日に両大学の法人統合に向けた新法人設立準備室を設置。両大学の運営法人を2019年4月に統一する関連議案が 大阪府議会で2017年11月8日に可決。大阪市議会でも2018年2月23日に可決された。2019年4月1日、両法人の統合により新しく、公立大学法人大阪が発足。2022年4月1日、統合法人が設置する新大学が開設する。新名称は、大阪公立大学が用いられる。 全学共通教育旨、杉本キャンパス本館地区中、本館前に存在していたワシントン屋氏の木は、2017年6月に伐採され、現在は存在していない。杉本キャンパス旧教養地区学部部門、経済理論部門、経済統計論部門、経済史部門、経済政策論部門、経済構造論部門、部門国際経済論部門部門、基礎法学、広報、 司法、社会法、国際関係、外国法、政治、行政学研究科付属機関府地研究所、学部付属施設医学部付属病院と医学部校舎、その他学術情報総合センター21世紀、COE プログラムの採択数は3件だった。グローバル COE プログラムの採択数は1件だった。新入生歓迎祭、毎年4月中旬に、 双葉祭が開催される。学園祭、毎年11月上旬に、銀南祭が開催される。銀南祭では仮想コンテスト、無料のプロコンサートなどが行われる。大阪市立大学ボート祭1889年の、大阪商業学校第1回水上運動会に、橋を発する、ボートレース。毎年5月下旬の2日間、大川で運動系サークル。 文化系、サークル、ゼミ、研究室、市民などの部門に分かれナックルフォアによるトーナメントが行われる。不対戦毎年6月上旬に大阪府立大学とスポーツで対戦する。3勝戦毎年6月に参照戦と呼ばれる体育会系部活動によるスポーツ対抗戦が開催される。参照とは戦前に参校しか存在しなかった。 旧性障科大学の流れを組む一橋大学、神戸大学、大阪市立大学の参考を指す。同じく毎年11月には、文科系ゼミにおいて3大学間で、学問研究を討論する参照ゼミが開催される。同窓会数多くの大学が統合して、できているという大学の性質上、 新生大学が設立された1949年、以来50年以上にわたって、学部ごとの同窓会のみが存在していた。全学同窓会が設立されたのは2012年で、あり、初代会長には卒業生で、元学長の小玉隆雄が就任した。参加には、従来から存在した、有恒会、理学部同窓会、工学部同窓会、医学部同窓会、 生活科学部同窓会、看護系同窓会が引き続き活動している。杉本キャンパス、杉本キャンパスは道路を挟んで本館地区、旧教養地区、理工地区の3つに分かれている。本館地区、旧教養地区、理工地区付属施設通路、大阪市安倍野区朝日町1丁目に所在する。JR 大阪環状線、山和地線を隔てて、 天王寺公園の南側に位置する。大阪市北区梅田一丁目に所在する。大阪駅前第2ビル6階。JR 大阪駅と JR 北新地駅の中間に位置する。大阪市立大学法科大学院は、司法試験合格率52.20%、全国の法科大学院中、第16位。平成30年司法試験では、 合格率17.74%となった。2019年12月1日時点で19社の大阪市立大学発ベンチャー企業が設立されている。事業分野は医療、健康、電池、電子、自転車、自動車関連、地質、土壌調査、ナノテクノロジーなどである。大阪商大事件大阪商大時代。 第二次世界大戦中の1943年から1945年にかけて反戦、マルクス経済学の研究会を組織した教員、卒業生、学生らが検挙、投獄された事件。学問の自由に関わる重大事件として取り上げられる。教育家庭講座ミス2005年から2008年にかけて、 同大学工学部都市基盤工学科に入学した卒業生、在学生合わせて70人について、同大学が一級建築士試験の受験に必須となる設計製図科目をカリキュラムに含めていなかったため、受験資格を取得できなくなっていたことが2012年3月に判明した。同学科は2005年に土木工学科から解消したものだが、この際に、 設計製図科目を開講することを怠っていたためであるとしている。ありがとうございます。